はい、さあそれではじゃあ本日トリを務めていただく方ご紹介してください。それではトリはアルバトラスです。ご紹介させていただきましょう。2013年三条学音祭最後のバンドということで、さっきの参院選挙で選挙フェスという新しい祭り事を行い、インパクトのある強烈なメッセージで全国の若者に多大なる影響を与えた三宅洋平が、1年に及ぶセッションと旅を繰り広げた末にたどり着いた、アホ踊りという名を冠するジャムバンド界隈や地下アンダーグラウンドシーンを代表する手だれたちによるドリームバンドということでございますね。え、もうね、聴くだけでもすごそうなんですけど、ね、実際聴いたら多分もっとすごいと思います。楽しみですね。はい、はい、ということで準備はもう OK ですね。はい、それでは皆さん大きな拍手歓声で迎えていただきましょう。アルバトラスです、どうぞ。ヤマン、ヤマン、あれ3年ぐらい前に自分で書いたブログなんだけどさ、久々に聞いたけど長いわ。
Thank you.
Oh,
その真珠おぎたこしょりたアンサークモノハル。今日は実は東日本では2年半ぶりのアルバトラス、アンドラムス。今日はピースじゃなくて緑だぜ。フロムサイダンキングステーション。Oh, man.
の落語家祭、小松にも、まあ、広志とか強志とかブラザーがその仲間たちの仕方が、まあ、日々これバーに集っては好きな音楽を聴き合っては語り合ってきたような仲間たちがパッと振り返ってみたら意外とこれはもう俺たちは社会を作っているのではないかということに気づき始めた今日この頃、一応僕の計画では日本には市区町村全部で3万人の議員がいるらしいから、そのうちの1万人ぐらいをこういう人たちがやったらいいのにと、この間三宅洋平君がやったことに比べればですね、各町で自分の町の町内会長みたいなものになるようなもんですから、比較的簡単です。あとは俺はだから3年間ね、今回応援してもらったから応援したいんだよ、応援させてくれ。今度は俺が応援する番だ、本気で言ってる。もし君が自分の人生計画を横に置いて腹をくくろうと思うなら、いつでも俺の携帯番号にかけてきてくれ。坂口恭平だ、番号晒してねえけど、まあ何でも今コンタクト取れる時代だからさ、一応便宜上僕らは一段上に立ってますけど、もう興味そんなの流行らない、みんな同じ目線ですよ。いやまあもうボブマーリーもチゲバラも生み出しちゃいけないんですよ、一人のおっさんに全部処罰してかわいいと、それは死んでもらうかって話してみんなでやるのは軽いんですよ、おみこしは。いやこの国の47都道府県で、そう各県に10人ずつでいい、マジで具体的な実践を生き始める男や女が、そう各県に10人ずつでいい、その470人でおそらくこの国は変えられるよ。470人のパーティーの中の一人のダンサーは結構でかいんだ、で今日誰がその一人になるかだ。タワレコも逃げ場もない地方として客を100人集められるオーガナイザー、そんな街で地球のバカバカダンスの流行りを一人また一人と若手に伝えていくレコードファイヤー、空間としての平穏や平静、そして創造性を提供し続けるいつものカウンターで世界の平和を祈ってるカフェのコーナー、そこへ集ってくるフライヤーはまだ名もなき市民のデザイナーたちのコンペティション、さあ、路地裏のフィクサーたちが予算に真空発揮しながらプライドで呼んだ赤字覚悟のイベントのポスター、それぞれの増長、増強、主張、コミュニティを代表あるいは象徴した名前が3連と並ぶ、それそのものがすでに数千枚に散りばめられたアートのピースな試みで、この泥にまみれたストリートのうごめきは常にポンプスや文化を押し上げる近くの変動なんだ。今日掘り立ての自然とかあるいは高麗人種とか何だって新鮮で手伝うの野生のままが一番やばいんだ。そいつは時に奥深い森や高い山へ自分の力で登り詰めないと手に入らない代物で、人によってはその経験によって人生の岐路に立ち、そしてまた旅立つ活力を得る。だからバビロンが金までにそれを扱うとすぐに枯れるぜ。そしてその夜、地元の小さな箱に集まった全員的なお客が、そのアンテナ張ったお客が100人、彼ら100人の消費動向、ライフスタイル、日々の選択と人生のベクトルは地域社会的に見てすでに大きな力だ。1人が年に100万円使ったとして少なく見積もって1億円、多く見積もって3億円を優に超える大きな力、人から人へ円と円が取り持つこの不思議な連鎖と共鳴、人から人へこの石を織りなすその1000人くらいがまた顔も見知らぬ誰かの人生から流れ出てにじみ出て俺まで届いてきた言葉、大体同じ町のやつだったりするんだ、お前は慰めたそのことバーの意思はレゲエ、テクノ、ヒップホップ、ロック、その中にもヴィンテージなのや新しいのや激しいのや緩いのや男向けのや女向けのや縦や横やいろんなものがあるんだけど、根底にあるものは一緒だからこんな時代だよ、価値観を超えて一つになろうぜ。
匹のネズミ。火山を止めるために噴火口に今もみを投げ続けてるイーハトーブのボーボードリたち。宇宙へ最初に送り込まれるのはソビエトの計画。人を食うことをやめてガシしなったら火に身を投げて旅人を救ったウサギの世界で最初に飛んでみせた飛び子。キャプテンマーク任された彼や彼女を愛し親父しかしかれそして取り巻き支えて100人が数えれば全国に4万7千人その4万7千人の人生を年間に定義する紙幣の額は少なく見積もって470億円、多く持って1500億円以上。彼ら4万7千人の消費動向ライフスタイル日々の選択も人生のベクトルは既に国作り祭り事そのものだ。その4万7千人がその友達の友達に与えてるかもしれない影響を計り知れず47万人の消費動向ライフスタイル日々の選択と人生のベクトルは世に数人のコカインを排出することができる大きな力。ミュージックに乗せてやたら具体的な話をしてますけどないのかもしれないね。俺たちのジェネレーションは、やれ戦争だの原発だのって、このラパレンの俺はもうごめんだね。命をかけてそれを変えたいね。できれば命はかけたくないけど。だけど祭り事ってのは命かけるからね、燃えるんだよね。祭りはね、みこしはね、命かけて背負うから燃えるんだよね。なんか生まれた時から安全に安全にっていうのがピンプッとされちゃってさ、祭りの時ぐらいもっと爆発してもいいんじゃないかなと思うわけよ。クリエイティブに行くためにはさ、死体もせず孤独にもならず皆がいる上での孤独に誘われるって昔山火も言ってたけど、右も左も兄弟姉妹ブラザーってさ、価値観を超えてつながろうぜ同士たちよ。時間があんまりないかもしれないんだ。しかもラストの時間があるらしいから気をつけて。人間の最大のフリーエネルギー時代の空気にそれをまごうことをなき君自身だ。神を見つけに神社の奥深くへ湧きすると最後に鏡が置いてある映るのはやはり君自身だ。それで100年後、1000年後はおろか10年後の世界がどうあるか全部君次第。 Everything is up to you. One, you are the one. You are the one. We are the one. You are the one. I and I, you are the one. 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 We are the one. Yeah!
しんでますか？僕たちも楽しんでます。ありがとう。ありがとう。ヨヘイが振動してるんで、今日そこのあのテントの方で CD とアルバトラスのそれこそね、2011年にみんなで集まって沖縄で、撮った、音源 CD アルバトラスを今日持ってきてますので、あと、数少ないレコードもアナログ版、バイナル版も、作りまして、それも今日そこに数少ないんですけど、持ってきてるので早めに戻る感じになると思いますが、皆さんお家でもアルバトラス聴いてください。最近なんですか、自分が気持ちよくなろうと思って生きてきたことに気づいたんですね。で、選挙に出るときすごい、いいね、大吉さん、ファイヤーのついたアメリカンスピリッツとか俺に差し出してもらっていいかな、ちょっと一服したいな。でさ、そう、選挙に出るって決めた時に、山本太郎君見たのが最後の引き金、思うことは言ってあったし、それっぽい活動もしてたけど、ありがとう。子供たちに言いたいのはね、タバコなんか絶対吸わない方がいい。やめらんないだけだから。俺はね、かっこいいと勘違いしたの。カートコバーンが吸ってたから、あー、かっこいいんだと思って。もうこういう時代だし、太郎くんなんか防弾チョッキ着て演説してるの見て、いやもう地球環境だってもうバカみたいに小4ぐらいの気持ちで言わないと成立しないんですよ。地球環境を守ろうとかって、もうなんかこましゃぐれた大人じみたこと言ってると、そこにたどり着かなくなったんですよ、ロジックが。だからもう子供みたいな気持ちでもう一回、いや地球を守ろうみたいな。選挙中に普段絶対メールなんかしてこないケイソンが、2年ぶりに俺に送ってきたメールが、地球を救ってくれ。どんな重荷やねん。なんとかマンかみたいな。で、さあ何が起きるのかわからない。国会なんていうブラック企業に勤める羽目になったらさ、音楽が続けられるかもわからない。しかも俺の言うことなすこと、あれは下手したらアルバトラスというバンドだってそういう色眼鏡で見られ続けかねない。それを判断して決断するときに、いやもうでも太郎くん見たときに俺も行くわ、一人より二人がええやろっていうことで、今もだからそのもう次の三宅洋平を俺は待ち望んでる。それは大なり小なり、国政だろうが地域だろうが、で自分の人生計画は横に置いて、人生で作れるアルバムが3枚減っても今は一直やらにゃいかんだな、お鉢が回ってきたという気持ちでさ、決断したはいいものの、一人夜さめざめと泣いたもんだよ。どうなってしまうんだろう俺の人生は、音楽は続けられるんだろうかって。でなんか出ていろいろ、なんだろうな、まあ嫌な方にもみんなの役に立ってくれという要求が増えるわけで、自分もそれに頑張って答えようともうするし、で自分がやりたいことは横に置いて、自分が気持ちよくなるんじゃなくて、こんにちは、俺の話を聞きに来たんですか。いや、まあ、地球代表が来ましたね。地球代表さんがですね、頼もしい。俺の言ってることは間違ってないようだ。そう、それで自分のやりたいことを横に置いて、まあ相手には世に奉仕する係じゃないですか、政治家というのに期待されるのは。でそれをもう自分のためじゃないことに頑張ってるうちに、それがやりたいことだったかもしれないって思ったんです。だから自分が気持ちよくなろうと思ってるうちは本当に気持ちよくならない。誰かを気持ちよくしてるとき、すごい
一番気持ちいいんだっていうことに気づくと、多分ね、セックスも上手くなる、選挙のセックスも上手くなる、子供も増える、万々歳です。とにかくとにかくまとめてどうする、今から曲なの。マイクジャックされつつあるんですけども、まったに雑貨専門にそういう曲を実はかねてから作ってたもんで、選挙をずもう何の話してたのかダメですね、持ってかれました、まったに。じゃあ今からお前は気持ちよくしてやるよ、いいって思ったら飛んでくれよ。You can feel so good to give your love to somebody. You can feel so good when you give your love to somebody. Feel so good. When you can feel so good. When you can feel so good. When you can feel so good.When you can feel so good. When 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 you can feel so good.When you can feel so good. When 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 you can feel so good.When you can feel so good, everybody. When you can feel so good, when you can feel so good, oh, when you can feel so good, 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 you
Thank you.
しがない人生もドラマチック何が言いたいんだよ祭りがエンドロールだってことですよ。紹介します、実行委員長ひろしひろしっていっぱいいそうだけどね。ヘアマンひろしニーニーです。ひろしニーニーだよ。じゃあ何ですか、三条市議会議員選挙に出るということで違うか、それはもうずっと僕にさぶってるんですけどね、このところで俺なんかが、いや失礼だって言うんですけど、俺もそう思ったさ思った、うん、失礼かもしらんと思ったけど関係ない、だってもっと失礼な話が分かり通ってんの、うん、頑張ろう、地球を救おうみんなで。もう簡単なんですよ、僕たちに与えられたタクト、地球を救え。その前には原発の戦争後のちっちゃなタクトですからね、ああごめんね、祭りとどんどん離れちゃったね。じゃあ実行委員長の挨拶を、ヤン大きな拍手でお迎えください。こんな俺が一言言ってもいいでしょうか。まあ自分は本当人に助けられて、自分の能力なんて何もなくて、頭は悪いし、まあ、隣にいる岩井君みたいに、なんだ行動力もないしカリスマ性もないんだけれども、俺もちょっと今後腹をくぐっていこうと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ一言だけ、本当皆さん来てくれてありがとうございました。三条落語祭は永久に不滅です。以上ありがとうございました。
は年に1回ですけど、祭りまでの時間はみんなのものですからね。ここから先365日、次の落語さんまでパスザマイク、皆さんにありがとうございました。みんなありがとう。今日はあのピースケも多分沖縄か九州のどっかからアホ鳥の飛翔を祈ってくれてると思いますけど、まあ、いろんな意見といろんな事情を全部ひっくるめて僕らは進んでいくわけで、ね、なんかあのそういつもはだからこっちの方であいつが賑やかしで、あの俺がムスッとしてるときはあいつが喋るんだけど、今日は実はアルバトラスの最年長は飛鳥閣が実は元さんとピースって同い年で、あの光源氏でいう光の方ですで、あの今日は元ちゃんがなんかこういつになく MC を拾ってくれるところが、あのね、日本代表はやっぱりチームワークですからね。はい、俺が侍ジャパンのシンボルマークをヤタガラスよりも日本ドルにした方が強くなるんじゃないかって言ったところ、なんかすごいあのネトウヨが騒いだんですけど、バリシルバーみたいな、お前俺がどのぐらいサッカーを愛してるか勝負しようかこの野郎みたいな、そういう意味で言ってないの。でもウグイス戦じゃねえや、ウズベキスタンじゃない、ウクライナじゃない、南米のウルグアイ戦見て本当に日本ドルにした方がいいと思った。対戦8番が決まったよ。まあ、サッカーが分からない人には何のどっちゃかって話ですけど、あ、なんか懐かしい人がいる。From Jumping Ban、ミネセタロンギター
そういう祭りの場所で七尾榊という有名な詩人に、ヒッピー世代を代表する詩人だった方なんですけど、僕の友達がイラク戦争の後ぐらいだったんですけど、世界はもうどうなっちゃうんですかって七尾さんって言ったら、ニコワッと笑って、もうあとはいいことばっかしですよって言ったらしいんですよね。でその意味するところは何なんだろうと思ったんですけど、やっぱ60、70年代の七尾さんたちが俺たちみたいなアティチュード で世の中を生きようとする頃に比べれば、もうこんなに仲間がいるじゃないかみたいな、もうどんどん良くなってますよっていうことを言いたかったのかなと思って、実際問題ここから5年ぐらいが僕はすごい楽しみだと、まあ、みんながどこにどういうふうに何やっていくか、本当日々の営みを応援してます。じゃあ手から手、口から口へ巻いて種、芸が土から土へ。イズボーン、沖縄キショー、オンパーカッション。国境巻きバンド。
応援させていただきます。
口すきやてめ口すきやてめ口すきそてめ口すきやてめ口すきやてめ口すきもっとポーディーてめ口すきやてめ口すきする。沖縄の言葉でですね、接続詞なのにそこで話が終わらなさそうな、でも相槌でだからよというのがあるんですね。僕がとうとうと喋った後に相手はだからねっていうんですね。だからねの後の話を待つんですけど一向に出てこないんですよ。だからね丸なんです。これ沖縄の方言の一つなんですけど、祭りの終わりっていうのも大体いつもそうですね。どこで区切っていいものやらっていうのもあるんですけど、だからねじゃあみんなで大きな声でだからよーで終わりましょうね。ザッパジャングもまだ今からチケット取れば飛行機安いから11月90日、新潟からこぞってなんならヤーマンしかザンパージャムに出店するとかどう。今チケット押さえたらまあ2枚ぐらい取れるから、ね、出店料安いよ沖縄2日で8000円とかだからね。みんなねよく飲むからね儲かるよ。新潟からそしたらいっぱい来てくれるから。ザンパージャムね、ザンパージャムに、まあ、来ようが来ないか
沖縄にも届くバイブスでよろしくお願いします。いくよ。じゃあ祭りの終わりに最後に来年に続きそうな一言でだからよでいきましょう。だからよーで、ね、はい、イチャリバ頂戴でよろしくお願いします。